皆さんどうもこんばんは。始まりました。毎週月曜日夜10時から、生放送しております。エイリアンウェアプレゼンツスクエニックスファイナルファンタジー14オンライン生放送、シーズン3です。お相手はサンドミッチのフミイチです。よろしくお願いいたします。はい。さて、ですね、結論から言うと、今日もフミイチソロです。はい。まあ、なんでかっていうとですね、治ってないからということらしいです。先週と比べるとだいぶ良くなったらしいんだけど、明日、VR 放送をやることになっていて、で、それが激しくなるから、大事をとって今日はお休みするっていうふうに聞いてます。はい。なんで、今日も踏みつそうでございますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあまずは、スポンサーを紹介させてもらいましょうか。こちらの放送は、エリア面の提供でお送りしております。はい。ゲームをレベルアップ、エリアウェア、オーロラということで、オーロラ使ったり、他にもエリア51使ったり、ノートのエリアウェア使ったり、エリアウェア製品使って放送とゲームのプレイやっております。はい。で、他にも周辺機器もエリアウェアのも使っております。こちらです。はい。ディスプレイと、マウスとキーボードですね、使わせていただいております。PC で14やりたい方、ぜひともエリアウェアチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい。です。さて、今日、ミチソロでやるんですけど、じゃあ何を、やるかっていうとですね、先週、江戸さんがお休みしたときに、急遽、私ソロでですね、飛行場アレキサンダーの機動編の零式っていうのを、初見8人パーティーで挑みました、先週ね。で、今日は、予定通りであれば、メインストーリーの4.4の続き、フィナーレまでかな、やろうかなと思ってたんですけど、先ほどお伝えした通り、江戸さん、今日も休みなので、今日も、前回の先週の続きということで、飛行場アレキサンダー機動編零式第4層までやってるんで、4層から、リベンジという形で、進めたいなと思います。はい。です。ちなみに、言わせましたっけ、14からお知らせあるんだった。それちょっとさせてください。すいません、前後しちゃったけど。お知らせ2つです。1つは、ファイナルファンタジー14のファンフェスティバル2019 in 東京。こちらの入場チケット応募受付が本日10月15日月曜日の23時59分までとなっておりますので、ファンフェス2019ワンチャン行きたいよっていう人もしいたら、今ならまだ間に合うので、ご応募してみてはいかがでしょうか。はい。もう一つは、明日、10月16日火曜日にですね、パッチ4.41のホットフィックスということで、バグを修正するメンテナンスが入るようです。時間は15時から19時頃までということになっておりますので、リセット合わせでスタ出したい人はちょっと17時は入れませんのでご注意くださいという感じですね。はい。というお知らせです。はい。以上、14からのお知らせでした。さて、じゃあ今日もですね、やりますかって感じですね。そうですね、やりましょうか。はい。さてと、じゃあ今日もですね、さっき言った通り、ある日やりますけど、パーティーメンバー、先週の今週なんで、もし先週いた方が今日もいたら、同じパーティーで組んで、リベンジしたいなと、思います。
4層しか残ってないんで、4層終わってもし時間的にあれ思ったより早く終わったからこれもうちょい行けるなってなったら立道も行こうと思うんですけど、立道行くってもしなった場合パーティーメンバーちょっと入れ替えを試みようかと思います。まあ今はこのタイミングで、初見8人ロールもある程度縛ってっていうので集まるかどうか分かんないんで、もし集まんなかったらまあ軌道行ったメンバーまた入っていいよって感じでやりますけど、一旦ちょっとパーティー再、抽選させてくださいと思います。はい、なので今日は、とりあえず何はともあれ、アレキサンダーの軌道4層レシキをクリアするっていうのを大目標に、頑張りたいと思いますんで、今日もですね最後までお付き合いください、よろしくお願いいたします。はい、さてじゃあやりますか。ニコニコ復旧してるんでしょ。はいはい、ちょっとスタッフからあのアナウンス1個追加です。この放送をご存知の通り Twitch と、フレッシュとニコニコで3チャンネルサイマル放送やってるんですけど、今日ニコニコがなんか不具合が出てるらしくて配信がうまくいってなかったようです。現時点では復旧してるようですが、明確に、ニコニコサイドから復旧しましたというアナウンス出ていないようなので、もしかしたらたまたま今配信できてるだけで、まあ、ちょっとしたらまた配信が止まるとかなんかそういうのがあるかもしれません。その場合は、ニコニコを無視してツイッチとフレッシュだけでやります。はい、よろしくお願いします。今もしもニコニコで見てる方いたらツイッチに来てください、よろしくお願いします。ぐらいですかね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、では、今日もアレキ頑張りたいと思います、よろしくお願いします。ではゲーム画面お願いします。さてと とりあえず気になったんでこれ画面フィーチャーしましたけど、うちの CC 面のクーさんがセントリオタイガー乗ってますよね。これようやるわ。セントリオタイガーって A モブ5000の S モブ2000だっけ。オメガが霞むよね。せっかくあオメガだと思って近づいたらさ、横にセントリオタイガーがなんか鎮座増し増しててもうオメガのおの字もなくなったって感じで、ようやるわな。まあクーさんモバイルやってたのは知ってるけど、ようやるわセントリオタイガー。まあいよいよやばいですねセントリオタイガー。はあ、大変だな。いや、うん、モブハントの A モブ合計5000体で、S モブ合計2000体で手に入るアチーブメント のマウントだったと思います。確かセントリオタイガー、3.X 時代に入ったんだったかな、結構前に入ってたんだけど、まあ2000つったらね1日1体倒せるわけでもねえしっていうところを考えるとかなりコツコツやんないといけないんで、まあこれは持ってたら本物だなって感じですよね。よくやる3000-2000だっけ。まあまあ大変な、まあ本当にトラはちょっと本気でやんないとダメなやつだったと思いますよ。僕はとてもじゃないけども狙う気になります。未だに俺はあれですね S モブ20体とかですよ、本当に2000とか言おうよ。はあ、さて、まあそんな雑談は置いといて、さてじゃあ早速、パーティー募集から改めてやりましょうか。先週の放送入った僕以外の7人の方には放送終わりのタイミングで画面に映らないように内々に4桁のプライベートパスワードを共有してます。で今から私がそのプライベートパスを設定してパーティー募集アレキ軌道4レシキ立てたら入れる人は入ってくると思うので、それでまあ何人入ってくるか見てみましょう。フルで入るんだったらそのまま先週と同じメンバーで出発、もしフルで入らなそうだなってなったら追加枠設けますので、その時はまた改めて参加狙ってみてください、よろしくお願いします。本当でオメガも十分すごいよね。
さて、じゃあちょっと募集出します。パスワード書かなきゃいけないんで一回逃がします。すみません、一回ガメラにしゲームにしたとはいえ一回ちょっと逃がします。はい、じゃあ逃がしてパスワードやってる間に今来た方に説明。江戸さんは明日のVR 放送の大事を取って今日もお休みということみたいです。なので今日もふみいちソロで、やります。内容は先週の続き、飛行場アレキサンダー零式機動編4層からです。時間が、余裕があるのであれば立動も突っ込みます。パーティー募集は現時点では行っておりませんのでご注意ください。前回のメンバー限定、ロールも同じでいきますんで、私タンクナイトで、あ、間違えた、暗黒でいきます。じゃあパスワード設定かけますね。はい、ありがとう。突入条件は先週と同じ、上限シンク超えるありです。では募集開始します。先週も入って今日もいるという方ぜひともご参加ください。お願いいたします。はい、募集立てました。よろしくお願いします。お、すごい復帰率。あとは平市、あ、でもこの感じだと平市は欠席かな。おー、来た、素晴らしい、マジか、やった、よろしくお願いします。まさかのスタメン揃いましたね、素晴らしい。いや、先週ね、あんだけね、まあ、次やるのは来年だなとか言って話をしときながら、まさかの今週もやるって話になった時にちゃんといるっていうのはちょっと、まあ逆に言うと来年じゃあこのメンツでもう一回やれたかっつったら怪しいと思いますけど、まあまあまあ今日揃ってよかった、よう揃ったな。まさかこれを見越してスタンバイしていたわけでもあるまいよ。まあ正直話、先週は悔しかったですよ。うん、なんとかクリアしたいと思ってる。じゃあ意気込みを聞きましょうか。今日は、霊式起動4のリベンジです。皆さん、心の準備は大丈夫でしょうか、でしょうか。さてと、とりあえず意気込み聞いてる間に立動4じゃあ間違えた起動4のギミックのお話を軽くすると、相手は、足ですね、4本足があるやつ、オプレッサーではないです、足4本の、アレキです。ノーマルと違って2本のところが4本になってるっていうところが違いがあると。で、前半フェーズは順当に足2本削って残り足2本になったところで、ヤークとドールの大きいのとちっちゃいのが湧いて、構成爆雷だっけな、構成爆雷だかなんだかとか、あとは、そいつが無限、復活するっていうところのギミックとかで、先週は結構苦戦しました。ただ体力を減らしてからでかいヤークとドールにちっちゃいのをぶつければ低いダメージで消滅させられることを見つけましたので、ヤークトドール処理は一応突破してます。問題はその後後半フェーズ入ってから足がいよいよ4本全部ぶっ壊れて、本体のコアだけになったところで、必殺技スチームジャッジが炸裂、スチームジャッジのギミックがもしやこうかなっていう感じのところで終わってますんで、スチームジャッジのギミックが合ってるかどうかの答え合わせしつつ倒しきれるかどうかっていうところですね。
前回同様緊張してます、忘れてないか不安、頑張ります、こんなに早くリベンジが来るとは思いませんでした、頑張ります頑張ります、ピライト根性で頑張ります、はい、よろしくお願いいたします。で、スチームジャッジのギミック、こうだったかな、こうかもなみたいなことを言ってたやつを軽く口頭で、ま、言うと、スチームジャッジはアルファとベータっていうのが湧くんですけど、そいつが一定時間経つと大爆発を起こして、全員死ぬと。で、マップに湧いてるスチームジャッジアルファベータをPC が触ると、触った PC に致命傷が当たりまして死ぬと。で、合計で8個とか湧くので、6個かな湧くので、全部タッチしてると、まあ全滅、タッチしないで放置してても全滅っていう、ちょっとどうにもならん状態だったということです。で、それを解決するべくこうじゃないかなって言ってたのが、そのスチームジャッジが湧く前の段階で、プレイヤーに付与される仮判決アルファ、仮判決ベータというデバフですね。このデバフはアルファとベータを持った人がそれぞれ重なると、アルファベータ持った人が2人とも死ぬっていうギミックで、別の PC にアルファとベータをそれぞれタッチして渡すことができるというとこまで見つけれてます。で、想像しているのが、タッチしながら仮判決アルファとタッチしながら仮判決ベータをキープしてスチームジャッジが湧くまで、で、スチームジャッジが湧いたらアルファを持ってる人はスチームジャッジアルファを触る、仮判決ベータを持ってる人はスチームジャッジベータを触るってことをやった場合、もしかしたら被害を少なく、もしくは被害ゼロで追消滅させることができるんじゃないかなっていうのは想像です。なので、これはちょっと分かんないです、やってみないと。うん、逆かもしれない、アルファの人はベータを取って、ベータの人はアルファを取るかも分かんない、それはちょっとやってみないと分かんないです。なので今日はなので、とりあえず、初回っていうか、今からは、仮判決、アルファベータを、バトンタッチでキープしつつ、スチームジャッジが湧いたら、仮判決アルファの人は、アルファのスチームジャッジ、同様にして、ベータの人はベータをタッチができる、が試せるように、試せるように頑張ってみましょうと。もし、アルファとベータが逆だったら、それ上記の方法で分かるので、分かったら、そのように対処してみましょうと。一番のネックは、アルファが青、ベータがオレンジでしたっけ？ね、ちょっと待ってね、それね、俺ね、さっきからね、これ話しながらね、言おうと思っててね、覚えてないんすよ、どっちがどっちだったが。青かベータだったかな。どっちだったかな。まあ、やったらわかるかな。ちょっと忘れたので、やって確かめましょう。いや、どっちだったかな。ここ微妙なところで終わったからな、先週。ごめんね、なんか分かんない話をしてて。とりあえずね、スーパー難しいギミックがあるんですよ。バトンタッチしなきゃいけないっていうところが一番難しいんで、まずはバトンタッチで、仮判決をスチームジャッジまで、ジャッジまでキープできるように頑張りましょう。
アルファが青になってます。ありがとうございます。アルファ青でした。これで1回分のワイプがいらなくなったな。アルファ青でした。アルファ青ありがとう。よし、ではそんな感じでいきましょうかね。まずとりあえず1週間のブランクでそこまでいけるかっていうところもあるんで、よし、じゃあお待たせしました。皆さん今から実際に挑戦してみたいと思いますんでよろしくお願いします。飛行場アレキサンダー零式軌道編4層、全員クリアしてません。ではいきます、頑張ります。相変わらず俺は ST やりますんで、前回同様 ST やります。さーてこれ何時間かかるかな。今日可能性1クリアできない、可能性2 2時間、可能性3 1時間。とりあえず後ろ足からですね。2時間に1票。俺もそんな気がするわ。いや一発は無理っしょこれ。とりあえずねスチームジャッジまでいけないに俺1票だわ。なんかねヤークトドールでグダルに1票、自分でやっといてあれだけど。でここはシャークはいらないですね。間違えた、ごめん、普通にボタン押し間違えた。リペーター先に寄っておく。そうね、覚えてますねみんな。吸い込まれる、必ず ST が吸い込まれるようです。でここでフレンジを取ってきたかった。ST は紐をキャッチしたり球を拾ったりしないとダメだよね。全然やってなかったけど。で次は、前左足。ここからですよ。ヤークトドールが湧いて体力を減らしてから大きい方のヤークトドールにぶつけないといけない。湧いた。 20% 以下にすれば比較的安全だったはずなんで、近すぎるとそうか、恒星爆雷だったわ。ぶつけます、ぶつけます、ぶつけます。で、今回大きい方を早く倒さないと MP がゼロになるので、急いで破壊と。子供破壊した後は大きい方を早く破壊と。いいですね、順調ですよ。これがもう2回ぐらいあるはずです。いった、あれ順調だよ。
仮判決アルファ俺ベータ持ってんの誰タッチしたいんですけどウニ君死んだMT 死んだあ処理できてなかったよね今一体これ予想通りなことになっちゃったかな死刑判決アルファとベータが重なったのかまあ予想通りだな。まあやっぱりヤクトドールでワイプですわ。途中から来た人にちょっと説明させてもらいます。まず、先週同様今日も江戸さん風邪で休みです。明日のために大事を取って休みって言ってました。で今日は引き続き、江戸さんいないので踏み位置ソロで、アレキ軌道4層の霊式を、リベンジしてます。パーティーメンバーは先週と同じメンバーに内々にパスワード共有したので同じメンバーでやってます。 IL は上限設定超えるありです。大丈夫ですかね。誰がハルパかベータかわからん。マークつける？いやめんどくせえだろマークは。運込めないんで、もし可能だったらテンプレ騎士団何人かいてもらって、まず江戸さん休みテンプレ騎士団と、アレキやってるテンプレ騎士団とアレキのルールテンプレ騎士団の3人いてもらっていいかな。江戸さん風邪で休み明日のためにっていうのと、踏み位置ソロでアレキ起動挑戦中、霊式ね。で、IL 上限シンク超えるあり、これやっていただけるとありがたい。これ5分ごとに言うことになるんで。81だよな。そしたらアルファの立ち位置と、ベータの立ち位置決めましょう。あのね、江戸さん休みのテンプレはね、多分ね、今後ね、永久に取っといていいと思うよ。多分毎年こういうことになるんで、いつでも使えるみたいな、いつも使うからいつでも使えるみたいな、そのぐらい汎用性あると思いますよ。アレキ起動は今日しかねえけど、じゃあ一旦順当に東西にしてみましょうか。この辺A マーカーがアルファ、 B マーカーがベータ。
これキープしながらヤクトドール処理はやばいぞ。真ん中にさ釣ってくわけじゃん。体力を削ったちっちゃいヤクトドールを大きいやつにぶつけるべく、その時にアルファとベータの人が、ランデブーした瞬間死ぬもんね。持つ係決める？例えばヒラをキャスレンズとか、14屈指のクソギミックですか、マジで。まあ2級任民でしょこれ、噂の。レスがない。2級には立動？あ、そうなんだ。ランダム、ちょっと分かんないな。分からないですね。さっき私ついたけど、誰かにもらっただけかも。とりあえず、そしたら、とりあえず、立ち位置の確認という意味での一回にやりますかと。で、誰だったらタッチしやすいか、それで判断。で、受け渡しスタック数は、俺さっき見てたけど、カウントダウンがちょっとずつ減ってって2、1ってなって、デバフのカウントダウンとは別でスタックのカウントダウンもあったんだけど、タッチした瞬間 5点をタッチしてたからあんま関係ないのかもしれない。スタック、つまりスタック、さっきスタック数3でタッチしたら、タッチ先がスタック5になってました。なんかさ、俺なんかで見たんだけど、この軌道4層ってゼツアルテマよりもクリア時間かかったんじゃなかった？まあ、幸い3層はアイテムのレベルの暴力でクリアしましたけどね。へー、 OK、 とりあえず、おのおのの疑問を解消すべく一発いきますか。それぞれ見たいところ見てもらって、よし、今日2回目やります。
この時の玉拾いはキャスレンジ、飛騨がやってくれている。この最初の後ろ足2本落とすところはもうこれもう何でもいいやん、本当にダセーだ。ここはもういいんです、いいんです。 100% 突破できますので、1秒でも早く突破できるようにたくさん DPS を出すってことでしょ。はい、これスキンの仕事しない気がするんだけど大丈夫かな。よし、ここからだってさ、1層から3層までは割と1時間半ぐらいで終わって、そっから1時間でここやってクリアできなかったでしょ確か。ストッパーなんだよな今俺たちにとってこの4層が。さあ最初のヤットロールが起きましたので、距離勝利します。最初のは大丈夫でした。さて、さあ来た、仮判決アルファベータ当たりました。詩人と平、で同時にヤクトドルが湧く。MP がないだと。お、来たぞ、テンプレ騎士団、今だ、テンプレ騎士団、今こそ、ありがとう、テンプレ騎士団、ありがとう。はい、今のはちょっと、ヤクト努力だっただけなんで、流れでいきましょう、もう一回。今のちなみにヤクトドール処理で死んだんだよな。テンプレ騎士団ありがとう、助かるわ。危ない、いやさすがにこんだけ同じで面だと飽きてくる。いよいよ
ニコニコからツイッチに初めて来た人がいる。ツイッチ絵が綺麗ですよね。まるで自分のパソコンでゲームやってるみたいに見えません？スーパー綺麗なんですけど、あのね 1080p って言ってね、すごく大きいサイズでというか高解像度で配信できてるんですよね。ちなみに30フレームではなく60フレームってコマ数も多いんで、多分結構ヌルヌル見えると思いますよ。まあ画面にコメント流れないのはちょっと寂しいかもしれないけどね、そこはまあまあ我慢ですけど。さあ最初のエアクトドール、なるべく 20% まで引っ張って本当にぶつける。そのちっちゃいやつ大丈夫か、いけてるか。 OKOK1 回目のヤクトドール処理は成功。はい、どう？さあ問題はこの足がね、向かって左側に集中するときなんだよな。開眼穴アルファ乗りました。詩人と赤、エアクトロール、ぶつけに行きます。仮判決タッチしつつ、いかん、うおー、あと1パ、あぶねー。これ仮判決タッチできてる？できてそう。俺やってないけど、すごい初めてだぞ。仮判決アルファベータキープした状態でヤークトドールの2回目の、第2波を突破しました。私は玉拾いをしますね。うわ、大丈夫か。すごい、みんな仮判決持ってる。誰かがアルファのとこにベータで行ったろ今。誰か今テロったな、今テロったな。あ、そうか、ストラップドールを俺がキープしないと。今のは仮判決事故りました。今 MT 落ちてストラップドールっていう真ん中のやつが竹がぶれて二次災害って感じだったから、ストラップドールはちゃんと竹取らなきゃいけない。今まで MT の人がちゃんと取ってくれてたんだよね。OK ってなるとタンクが仮判決持つのは危ねえのかな。俺が持つ分にはいいんだけど、これはマーカーの上に行った方がいい。ケトル側がマーカーの上に行った方がいい。持ってる人がマーカーの上に行きましょうか。あ、いや、それだとあれ、持ってる人同士で重なるとどうなの？ベータ持ってる人が3人重なるとどうなるの？どうもなんないのかな。
これだとダメなのかな。持ってる人はマーカーの周囲で、持ってない人はマーカーない。近接は殴りに行けなくなっちゃうんで、ベータ同士で一緒にいれば切れた瞬間にもらえた。あー、じゃあ2人重なってるんじゃない。あれ、そしたら平レンジキャスで2で固まってればいいのでは。では最初の人は、一旦私に行かなくちゃいけないとして、キープ班は平キャスレンジで分担しましょうか。それぞれ、どっちにスタンバイするか決めましょう。なんだよ、なんで、なんで俺、先週調子悪いのは分かんだけどさ、今日は何故。俺だけ、また俺だけ部外者なの。ふみちさんだけです。どういうことよマジで。もうダメだ、もううちの回線やばくないか。安定感がちょっと失われつつありますね。データセンターに接続中ですから動かないわ。ロビー何これ。あ、ロビーサーバー接続でエラーが発生しました。2002エラーって初めて見たんだけど。あ、クライアント落ちたんですけど。クライアントまで落ちたぞ。どういうごっちゃいね。なんだねこれ。ワンタイムパス。あ、ちょっと待って。ランチャー開かないんですけど。あれこれ、みんなさ、僕の声聞こえてます？あ、ロードしたわ。インターネットが終わってるわけじゃないのね。なんかさ、ビヨンドの時もそうだけどさ、俺貧乏くじ引くよな。まあいいけど。放送大丈夫、ありがとうございます。前回のログアウト処理が正常に行われていないか、他のクライアントからログイン中のため対象キャラクターをログアウトしました。選択したキャラクターでのログインが可能となるまでしばらくお待ちください。キャンセル。今多分俺が中で赤玉出てんだよね。あ、来た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 。帰ってきた。すいません、大丈夫です。戻ってきました。帰りなさい。ごめんなさい、ありがとう。
プロテスください。よし、うん、去年ね TGS 明けで土さんが休んだ時、俺がラーバナソロで行くって言って、その時も回線落ちたんです。で、あの性質違いますけどね、今回のとは。すみません、仕切り直しです。仕切り直します。レンジヒラキャスの4名で2に分かれて、仮判決回しするようにしましょう。その際、重なっていくことで対抗で、ヤークとドールに関しては問題はこれなんだよな。なるべくメレーとタンクで処理しますが、全部タゲ取りきれないので、仮判決の、時間制限長い方が、アドリブで、タゲ取るしかないかもです。よし、では、重なり法でやってみましょう。ちなみにどっちがどっちとかって決めてます？これ真赤 OK。 じゃあ俺がやるか。真赤、ちょっと待ってね、パーティーリストがぐちゃぐちゃに。これさ、対応したマークつけた方がよくね？対応したマークつけた方がよくね？これどっちがどっちっつってさ、例えば1番1番とか、1番1番とか2番2番とかにした方がよくね？これでどう？1番の人同士、2番の人同士でどうですかね。数字よりもマークで判断しちゃうかな。確かにな、キャスキャスでつい一番一番でアルファベートつく。確かに確かに。じゃあダメですね。まあ平 DPS の区別はつくか。ああ分かった。じゃあこうしとこうか。はい、じゃあ赤丸は平で、これにしよう。赤が平ね、緑じゃなくて。緑ないもん。これやばい。あ、難しいよ難しいよ。
では行きましょう。もう残り1時間切ったしね。いやー怖いなー。もうようクリアするわみんな。俺らこれアイテムレベル高くてこれだぞ。このギミックってさ、うろ覚えですけど、確かな情報かどうかちょっと忘れましたっけ、わかんないですけど、バハムートの素同心のギミックをディスりながら入社してきたスタッフが、バハのギミッククソですとか言って須藤さんの前で言いながら作ったやつって聞いたんですけど、それって軌道のこと？なんかね、アレキ作ったスタッフとかのふさぎはすんだよな。なんか面接の時に、いやバハの君クソっすわってなんか須藤さんを目の前にしていって、それを聞いた須藤さんは笑ってたっていう逸話が。軌道かちょっと覚えてないですけどね、そういう人がいたのは間違いないはずよ。オメガだったかな、いやアレキだったと思うけど、これが須藤さんなんだ。あ、じゃあその人が入ってきたのはオメガを作るときに、あれだ、オメガ作るときにアレキをディスったのか。はい、起きました。一人で対処しないとなぁ。倒し切っちゃうことがあるから怖いよね、これ。落ちり切っちゃうことがあるから。剣道に作った人、あー剣道か、なるほど。じゃあこれは違うんだね。まあでも正直バハもそうだし、アレキの軌道もこんな感じなんだったら、アイテムレベルとか関係なくギミックが難しいってことだよな。カリアンゲス乗りました。1体処理完了、2体目処理完了、3体目処理完了、1人死んだ。OK、メレータンクには今仮判決乗っていない。俺乗った今、これ違うな。外に捨ててこいか、これ。あんま広いか。拾います。ヒーラー頑張って。あれ、仮判決さ、ベータかどっちか消えてねえ、これ。耐えきれっかや、これ。もう一回来るけど。何？何？何？モータルレボリューション？
時間？やめて、死んだ。いや、それ死ぬ。この弾やばそう。スチームジャッジ。ただアルファ持ってる人もベータ持ってる人もいないのでテストができない。あれ、俺死んでる。スチームジャッジの数は、ランダムみたいです。アルファの人がアルファを全部取るくらいでいいのかなと思ってます。それで蘇生されてアルファが3人になりました。仮に平2人に両方、両方なんだあるなんだね、両方アルファついたとしても、片方の人が、時間切れで捨てれば、ベータとアルファに分かれられるのでは。あー、蘇生で足元に来た人が仮判決受け取ってんのか。なるほど。マーカーの位置、まあいいか。まあ死んじゃダメなのはそりゃそうでしょうね。とりあえずスチームジャッジを仮判決持ちが触ってほしいので、そこまで頑張りましょう。もう話にならんからな、そこまでやれてない以上は。蘇生に関しては、平が、レイズ投げた後、移動するしかないですね。単位って意味でも、平は分かれた方が良さそうです。よし、頑張ろう。さあ、まもなくハーフタイム、45分経ちますよ。ああ、先に移動して起こすっていう手もあるのか。先に移動してからレイズっていうのも有効。これありありですね。
アルファ、ちょっと A と B のマーカー少しずらしていいですか。ヤークとドールが近くて怖いので、じゃあどこかな、ここここレンジキャスなら届くよね。ただ殴ってる命令にヒールが飛ばせないか。まあいっか、やってみよう。これでの足だったらレンジキャスター届くよな。メレーに範囲当たんねえ気がするけど、それはもう頑張るしかないな。ヒールもらいに行くとか、リジェネも投げるとか。いや、いやこのギミック難しいです。ネイルデウスダーナスも難しかったけど、あの時ヒントもらってクリアしたからな。今回クリア者いないんでね、パーティーの中に。サブアカかどうかは知らんけど、ヒントをもらおうにも、もらう気もあんまないし。あ、そうするとね、今日2時間同じ絵面っていうことになりかねない。やばいですよ。絶対何としてでも今日終わんないと、もうどうにもならん。ネイルの方が難しいと思うよ、正直。開けました。あれ？ああ、うまくいってる。焦った。さあ、仮判決のターンに入ってきたんだよ、これでね。届く赤魔導士、そこ。届いてますね。アクトドールが来てない、来た、よし、 OK。 おっ、仮判決シェアできている。あ、これはすごくいい感じじゃないか。あ、これいい感じじゃないか。仮判決めっちゃキープできてるよ。
よし、あ、今までで多分一番いい。で、モータルレボリューションね。で、俺これヒールもらいに来たいんす。オッケー。で、このカーネイジゼロっつうのはなんか大ダメージが飛ぶんじゃなかったや。渡せてる。カマヒロや、任せるか任せるか。俺が仮判決もらったしょうがないもんな。クソ、視点が難しい。ある日が邪魔だ。あれはタンクが拾わなきゃダメね。オッケー、来た。スチームジャッジ、アルファをアルファが取ってベータをベータが取る。やってみようか。さあどうなってるんでしょうか。いけてる。ああ、なんでなんで、あれなんで残ってんの、あれなんで取ってないの、あれなんで取ってないの、あれなんで取ってないの。死んだのか。なるほど。同じ色の、スチームジャッジを同じ人が、そう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 、拾いすぎると死ぬ。ああ、取るとバフが消える。マジでこれえぐいんだけど、マジでなんだよ、もうなんだよ、えぐいんだけど。消えるのバフ。クソだろマジで。取ったらバフもらいに行って再突撃。でもスチームジャッジ拾った人が拾った人に、火ダメアップデバフ乗ってたよね。アップデバフ乗ってたように見えたので、同じ人が、借り物競争みたいなことやると、いくつか取った後に死ぬかも。1人2個とかにした方がいいかもしれない。1人、2個までとかにしといた方がいいかも。テンプレ騎士団いでよ。テンプレ騎士団ありがとう。テンプレ騎士団ありがとう。なんかちょっと弾幕みたいになってる。面白いなこれ。なんだよこれ、ニコニコだったら面白いね、コメント流れがね。そうした方が逃げれるんです。ただアルファベータベータ重なって、死ぬ危険があるのと、あるので注意。全部で6個なので4人いたら1人2個で処理できるはず。
もしとかで湧き上がった日には ST がやります。ちなみにさ、ちょっとごめんね、すごいバカな質問なんだけどさ、どっちが青シナムとどっちが青でしたっけ。で、すっとぼけ、忍者が悪魔の提案をしている。レンジキャスなら死んでもいいんじゃないですかねみたいな。アルファ青ね、アルファ青 OK、 アルファ青、アルファ青、ああね、ああアルファ青、アルファ青、忍者よ。レンジキャスが多めにとって、平が少ない目の方が万が一立て直しができやすいかも。確かに、あれ、なんだったらさ、あれなんだったら、一人で全部取って死ねばっていう。死ねばいいのでは。いや、多分ね、成功法これだと思うよ。一人が全部取って死ねばいいと思うよ。例えば青とオレンジで1号で湧いた場合、オレンジ側の、詩人もしくは赤は死ぬ。スプリントで3つはいける。いやどうなのかな。まあ1回で終わるわけないので、死なないように頑張りましょう。絶対スチームジャッジ第1波、第2波、第3波って来るから、最初の第1波を1人2人犠牲にして突破したところで第2波で死ぬんです。絶対多分全滅するんですよ。だから1人死んでそれでっていうのはちょっと難しいかもね。まあ、ゾンビアタックしろって話をするんだったら分からんけど、下手すらヤクトドルも湧くしな、後半また。OK、では行きましょうか。間違いなくクリアに近づいている。いける絶対いける。ちなみに無敵技で全部披露ができなかったんだもんね。いやー、レシピ楽しいですよ。ぜひやってない人はね、同志を募ってね、こう挑戦してみてもいいかもしれない。最前線コンテンツは厳しいけど、こういうアイテムレベルが高くてもいいやつだったら多少歯応えあって、まあギスらない程度に
いやなんとかね今日ね見てるねビューアーにねこのね軌道4のクリアの瞬間をお届けしたい。私はそれが使命だと思っております。もうすでに放送時間延長入ってますけど、いけるはずなんだこのメンバーで。このセット無理でも2セット目挑戦したいわ。間違いなく見えてるからな。一つずつ解放を。はい、ヤクトドル。これヤクトドル湧いた時俺なんかピロピロ鳴らしてあげた方がいいのかや。余計なお世話かね。なんだったらレーザー俺一人受けするぞ。やばい、白魔導士 MP 空っぽなんだけど、マナシフトストンガーとかいいんで、 MP400 がやばい。なんで スティームジャッジ白魔導士、白魔導士の様子がおかしい。オッケーオッケー、 MP 全開になってる、すごいな。そんな回復できるもの白って。まあ新エアもあるかこのレベルなら。すごいな、あっという間に HP 全開、 MP 全開になってきたよ。でかい弾は俺が拾わなきゃダメだからね。よっしゃ、足全部いった。さあここからです。仮判決はキープできている。で、範囲ヒールもらいに下がる。カーネイゼロ、これ後ろが見えんからな。これは俺がいただく。うお、効く。いやまだね 50% 残ってるんですよね、マニピュレーターは。チームジャッジ来た。これは3個3個来た。これ拾う。はいはいはい、赤死んだ。はい拾う。はい、あと1個あと1個拾う。おお、で突破したぞ。チームジャッジ突破したぞ。ただちょっとボロボロだな、 MP がない。でヤクトドール、えぐい、やめて。ただ体力は持ち直している。 MP きついが体力持ち直している。詩人のリフレッシュ入った、大きい。オッケー、白戻し、 MP がみるみる回復していく。ストラックドールクリア。マニピュレーター残り 33%。
LB がもうすぐ溜まる、溜まった。これは平用に取っとくだな。これ平が使ってなんとかなるもんか知らんけどさ。ディスコイド、ちなみに仮判決はもうないから次スチームジャッジ来たらワイプなんだけど、どうなんすかねこれ。あと 10%、 これ LB さん打っちゃっていいんじゃねえか。忍者来た、聖者失滅、侍打ってます、侍 LB さん打ってます。あと 4% やった。ちょ、わりかしギミック完全攻略じゃないですか。いやー、合計3セットですかね、トライ回数は。いや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 、いや、やったよ。やりました。ありがとうございます。やりました。頑張ったね。これ何、成功法とかなんとか先週の放送からチラチラ見えてるけど、何もっと簡単な裏技みたいなのあんの。このやり方でやったやつ当時早期攻略勢でもほとんどいなかった。どういうこと、どういう裏技でクリアしたんだよみんな。まあ俺たちアイテムレベルの暴力あっけどね。あ、何？ラグを利用して自殺するってこと？だそれ。マジか。捨てるんだ。死ぬ前に拾うってこと？なるほど、近いからか距離が。ひど。スプリント取って1人で2個取って死ぬ。本当は1個取ったら死ぬんだけど、死ぬ前に2個目取っちゃうってことか。スプリント特攻で自殺。マジで？マジか。スプリント特攻で1人2個まで拾える、で3人死ぬ。タイムラグで2個目は取れちゃうのね。なるほど、自殺蘇生で無理やり抜ける。はあ。で、3人死んだところで平 LB 打つのか、3番を、平 LB3 を、仮判決の維持をもうせずに、さっさと仮判決捨てて、3人死んでもらって、起こす。ただ、平 LB3 打つと DPS チェックきつくなるから、そこはまあ、折り合いつけてって感じか。仮判決分をダメージに持っていくのか。
だからこそ公式認定のクソギミック、あ、そうなっちゃったからってことね。そういうクリアの仕方が定着しちゃったからクソギミックって言われてるんだ。なるほど。生贄正解なのか。死んで MP なくなること前提だったから召喚より黒が優遇された。えぐい、えぐれ、えぐい。アンブラルブリザードで MP 回復するからお前 MP0 でもいけるやろみたいな。あー出ましょうか。よし開けよう。あー出なかったですねマウント。あーでもゴルディオングリモは来てるわ。ゴルディオンスレイヤーメインフリロで。あ、え、ギアがマウントなの？あ、これマウントなの？ゴブリウォーカーを起動するため、あ、なんか取ったんだけど、96点で。ロット勝ちしてますね、96で。あ、これがマウントなの？あ、これマウントなんだ、マジで？やべ、俺マウント取っちゃうんだわ。マウント取っちゃうんだよね。使うってこと？お、マジだ。やった。お、これか。え、じゃあもう俺家帰って4層やんなくていいじゃん。もう取り終わったから。よし、出よう。11時半か、いい時間だな。イエーイ。やったぜ。なんか発射できたりはしないのね。BGM ローカス。ああそうか、俺 BGM オフにしてっからちょっとやってみるかい。おお、いいですね。終わった。まあ切りがいいからここまでかな。この後に都道っつのはちょっとあるっしょ。4.4 から霊式デビューしたので過去の霊式に触れることができてよかったです。皆さんありがとうございました。2週にわたり、あ、間違えた。最初のメンバーで、4層まで突破できたの嬉しいです。初めての霊式だったので楽しかったです。霊式に挑戦してクリアする日が来るとは思ってもいなかったので、よかったと。ありがとうございました。こちらこそ、いやー頑張ったね。
あの方法でクリアしたの、したの少数、少数らしいで。はあ、いやお疲れ様ですわ。お疲れ様でした。ほじゃ解散しますわ。もうね11時30分過ぎてるからね、今から新しいパーティーメンバー組んで立動っつったらいよいよよくわからん感じで終わる気がするんだよな。まああれっすよ、あのジャストアイディアですけど、月1踏み1ソロデーっていうのを作るって言ったら多分江戸さんウェルカムなんですよ多分ね。でそこでね、アレキ、レイ式、全通をね長い時間かけてやるっていうんだ、多分もし提案するんだったら多分通りますよこれ。まあ本人に聞いてみるというか、多分本人的にもそれでよくねとか言いそうな気がする。なんかまあわかんないけどね、今ジャストアイデアなんで。まあでも、最優先すべきはあのアレキ霊式ではなく、ヨシピーを迎え入れた時にオメガ霊式いけるようにオメガノーマル終わらせるっていうのが最優先なんで、月1とはいえ江戸さん休みでアレキ霊式ってこうやってやってるとオメガの N が終わんねえんじゃねえかな疑惑っていうのがあるから、そこだけちょっとスケジュール感ですね。俺だけね、オメガノーマル終わってりゃいいっていうんだったらそれは別に早いんだけど、みんなでやるって江戸さん込みでってなるとそこは結構じっくりやんないと、多分2周で1層突破できたらいいぐらいの多分テンションでやることになるから、トータル平均化するとね。そうすると月1回でもそれが開くっていうのは結構足引っ張りそうな気もするんだよな。あオメガ終わりゃね、あとは別にいいんだけど、 N は楽勝っすかオメガ。まあだって最速オメガノーマル1周1層クリアしたとして16周でしょ、3ヶ月かかるわけじゃん。3ヶ月かけてやっとノーマル終わるってなると、ヨシピーそれもう来てね、もうなんか年末に来そうな気がするしな。間に合わないんじゃねえか疑惑だな。もしくは年明けか。ああいや年末だよな、来るんだったら。そうすると1回の放送で1層2層まとめて突破とか、まあ、3層、まあ、1層2層合わせて1回の放送で突破ってやると、まあ12を16じゃねえ12か12を9に圧縮できるんで、あ1放送で4層分いけそうではある。マジで。あそう、あでもストーリーは確かに読まなきゃいけないからね、じっくり。まあじゃあ感覚見てみてだね一回オメガ行ってみて、あれこれいけんじゃねっつってなるんだったら、思ったよりなんかサクサク突破できてるんですけどってもしなるんだったら、まあ月1アレキ霊式挟んでもいいかもしれないし、ちょっとこれ時間かかりそうだねっつんだったら、まあそれやってる暇はないかもしれないし、まあそれはちょっといっぺんオメガノーマルやってみてですね。お話もあるんでやっぱり。ああとりあえず今日クリアできてよかったよ。まあこれでクリアできなくてね、もしまた
そういう機会に恵まれたら再度挑戦しましょうって時にまたね軌道を読んそうってなると、いよいよ絵面がちょっともうなんか天ぷらの話でもちょっと、ま、間が持たんぐらいもうみんながあの飽きてしまう恐れがあったんで、まあ踏ん張ってクリアしてくれたパーティーメンバーには感謝ですね今日は。まあ気合を出してくれたわ本当に。ワンセットですからね今日結局。あよし、これじゃあまあちょうどいいんでね、あの中途半端にこの後立つどいってよくわかんない感じになって深夜になるぐらいだったらちょっと今日でここで終わりましょうか。よいしょ、はい、じゃあ終わります。じゃあこれで今日の40の放送は終わりにしたいと思います。皆さん約1時間40分かな、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。おかげさまで先週挑戦した、気候上アレキサンダー霊式の起動編を、2回にわたって挑戦して1層から4層まで全部突破することができました。ありがとうございました。みんなが応援してくれたのと、あの何よりもあのたくさん見てくれてたのはコメントの流れでわかるんだけど、あの基本的に誰もネタバレしてなかったような気がしてありがてえなと思いましたね。ああ正攻法正攻法じゃないって話はあっても、それが果たして何なのかっていうのは誰も言わなかったんで、まあみんなどうも協力してくれてありがとうございました。おかげで楽しく頭を使ってプレイすることができたんで楽しかったです本当に。よし、じゃあ告知して終わりましょうか。ですね、明日のお知らせです。明日はですね火曜日なので夜10時から、古川みりんちゃん出演でスチーム生放送があります。今回の告知はあれですね、スチームジャッジ突破した後なんで気持ちよく告知できますね。明日のスチーム生放送、先週の放送で決まったタイトルハウスフリッパーではなく、特別編 VR をやることになっているようです。VR やるんですけど、タイトルはちょっと僕詳しくないんですけどね、フューチャースペースというタイトルをやるようです。アルファエディションって書いてありますけどね。これをみりんちゃんと江戸さんでやるみたいです。はい、まあ、よかったら明日のスチーム生放送もチェックしてみてください。はい、以上です。14のお知らせ的にはあと15分ぐらいで、ファンフェス2019のチケット、応募受付締め切りますんで、まだの方は今なら駆け込みで間に合いますんでよろしく。あとは明日メンテナンでご注意ください。はい、そんな感じですね。あ、じゃあ今日はどうもありがとうございました。2週にわたって、特別企画ふみちソロによる、アレキサンダー起動編の霊式挑戦になりました。見事突破という結果になりました。ありがとうございました。じゃあ来週は多分江戸さん復帰してると思うんで 4.4 のメインストーリー進めたいと思います。来週もよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんまた明日の放送もしくは来週の14の放送でお会いしましょう。お疲れ様でした。おやすみなさい。パーティーメンバーありがとうございます。さようなら。もしかしてもしかしない。